よろしくお願いします。オルガニナ生物研究室の真野です。私たちの研究室では、植物細胞の中身、オルガニナに興味を持って研究を進めています。こちらはシロイナズラの根、花粉、子葉における電子顕微鏡写真です。ご覧のように、組織が違うと細胞の形だけではなく、その中のオルガニナの様子もだいぶ変わることがわかります。また、同じ組織においても、植物の成長段階によって異なるということが分かっています。下の2つは左側が光が当たっている緑の子葉、右側が種子が発芽した直後の同じ子葉です。同じ子葉でもやはりこの細胞の中にオルガニナが変わるということがお分かりいただけるかと思います。もう少し具体的に見てみますと、例えばこちら、左側が発芽した種子なんですけども、この中にはプロテインボディと呼ばれるオルガニナが存在します。名前の通り、タンパク質を貯めるという機能を持っています。しかし、このプロテインボディ、光が当たった緑化子葉には存在しません。代わりに、この液胞と呼ばれる大きなオルガニナが発達してきます。実は、植物が大きくなるにつれて、このプロテインボディが液胞に変わるということが分かりました。すなわち、形や数、大きさがこのように劇的に変換するわけです。しかも、興味深いのは、その機能も変わるということで、このプロテインボディは先ほど言いましたように、タンパク質を蓄積するという機能を持ちますけども、液胞では逆にタンパク質を分解するという機能に変わります。また、ペルオキソームというオルガニラ、特に発芽種子ではグリオキソームと呼ばれますし、緑の組織では緑葉ペルオキソームと呼ばれます。この時は形や大きさはあまり変わらないんですけども、その機能はやっぱり変わりまして、このグリオキソームは脂肪酸を代謝する機能。緑葉ペルオキソームは光呼吸という光合成の副産物を再回収するための機能を持つようになります。このようなオルガニナの機能が変わるということをオルガニナの機能転換と呼びます。またオルガニナは非常に動的なものでして、こちらはシロイノズナのペルオキソームを GFP で可視化させた時の根の様子を示しています。ご覧のように細胞の中をペルオキソームが激しく動き回っているということがわかるかと思います。植物、個体自身はですね、我々人間と違って動き回ることはできませんけども、この動画にありますように、細胞の中では非常に劇的にいろんなオルガニナが動き回っていて、この動きが植物の生育に重要であるということも分かっています。では、こうしたオルガニナの機能ですとか、形成期がおかしくなると、どのようなことになるでしょうか。ペルオキソームを例に挙げますけども、例えば、発芽できなくなってしまったり、発芽できたとしても成長抑制を受けて小さくなってしまったり、また花芽の形成異常ですとか、肺発生窒息が起こってしまって種子ができなくなってしまったり、いろんな側面で異常を示します。すなわち、オルガニナの機能というのは植物の個体を支えているということが分かってきているわけです。我々の研究室では、特にオイルボディとペルオキソームの興味を持って研究を進めてきました。オイルボディは名前の通り油を貯めるという機能を持っています。植物は発芽直後はまだ光合成はできませんので、自分でエネルギーを作り出すことはできません。そのためにこのオイルボディに蓄えられた油を分解してしばらくの間自分の成長エネルギーとして利用するわけです。この時油は直接利用できないので、まずリパーゼという酵素で脂肪酸を切り出して、その脂肪酸がペルオキソームへと輸送されて、ペルオキソームの中で代謝されて、最終的にはショ糖というエネルギーになるわけです。ペルオキソームはこの他にも先ほど説明しました光呼吸ですとか、過酸化水素などの活性酸素の分解などさまざまな機能を持っています。我々はこうした2つのオルガニナの機能がどのようにして制御されているのか、またその形成機構はどのようにして行われているのかということについて興味を持って研究を進めています。ペルオキソームにつきましては、機能や形成に関わる新規因子の同定、またあまり解析が進められていない生殖過程におけるペルオキソームの役割は何なのかということについて、モデル植物のシロイナズナやゼンユキを使って研究を行っています。また、こうした植物以外も世の中にたくさんいろんな生き方をしている植物がありますから、そうした植物におけるペルオキソームの機能の解明ということに研究を展開しています。一つ研究成果をご紹介します。こちらは先ほども出てきましたが、GFP でペルオキソームを可視化したときの様子です。このように小さい粒状の構造として観察されます。これにランダムに変異を導入するとどうなるかといいますと、例えば
APM と名付けて、これらの変異体では、APM1 のようにペリオキソームが長くなってしまったり、APM3 では大きくなってしまったり、APM5 では形は変わらないんですけども、細胞内の分布が異常になって、一ところが固まってしまったりと、そういう表現が示します。また、この GFP の傾向がサイトトリックに観察されるのは、これは輸送がおかしくなった変異体として考えられるわけです。こうした変異体の解析から、どのようなことが分かってきたかというと、ペリオキソームの増殖ですとか、代謝、細胞内運動、品質管理、タンパク質輸送にいろんなタンパク質が、関わっていて、我々はその機能解析をして、学会発表や論文発表として報告してきました。オイルボディの研究についてはですね、こちらのグラフ、これは塩などだと大豆、菜種、ヒマの貯蔵脂肪酸の構成パターンを示したものです。ご覧のように植物というのは実は蓄える脂肪酸種類が決まっていて、ではそうした植物特有的なその油をための仕組みは何なのかということについて、その仕組みの制御機構の解析を行っています。先ほど言いましたように、植物はこの蓄えた脂肪酸、油というものを自分の成長エネルギーとして利用するわけなんですけども、我々人間はですね、それを食品ですとか、バイオエタノールといった燃料ですとか、あるいは様々な工業製品の材料として利用しているわけでして、この我々の基礎的なデータを使って人間にとって有用な作物の、作出できないという視点も入れて研究を進めています。こちらも一つ研究例を紹介します。上の写真は白いナズナの種子の投熟の様子を示しています。約2週間かけて投熟するんですけども、この時、まず最初に油が溜まっていって、その後にタンパク質が蓄積します。我々はこの油の合成ですとか、タンパク質合成に代わる因子というものをちゃんと同定することができまして、それらを分子生物学手法を用いて改変してやると、例えば油の合成期間を長くして、かつタンパク質の、蓄積を抑制してやる、そういった植物を、作ってやるとどうなったかっていうと、野生株に比べて種子が大きくなる、かつ、蓄えられる油の量も増加させることができました。これを、シロイナズラではなくて、大豆とか菜種とか、人間にとって有用な作物を応用できれば、非常に、効率よく油を蓄えることができる植物を生み出すことができるわけです。このように我々は、オルガイラというキーワードを据えまして、分子、細胞、個体といった様々なレベルの解析を進めています。そのために、細胞生物学、生理学、イメージング、遺伝学、分子生物学、生化学といったさまざまな手法を取り入れて研究を行っております。興味のある方は、ご連絡ください。ありがとうございました。